カピンガマランギ干渉、またはグリニッチ干渉は、ミクロネシア連邦ポンペイ州に属し、33の島々からなる干渉島である。ミクロネシア連邦最南端の領土であり、首都のあるポンペイ島の南西7 4 0トルに位置し、最も近いヌクオロ干渉とも約3 0 0トル離れている。なお、カピンガマランギ干渉は、百四十五年まで、 日本の委任統治領最南端であり、戦時の一時的な占領を除いて、日本が統治した領域では最南端にあたる領土であった。カピンガマランギ干渉の証拠を含めた全体の面積は74平方キロメートルであるが、そのうち満潮時でも海面上にある陸地面積は1.1平方キロメートルである。干潮時には、 証拠を取り囲むように陸地が出現するが、満潮時には、島の西側の大部分は沈んでしまい、島の東側に33の島を残すだけとなる。そのうち住民がいる島は隣接する、ウェルア島、東方島、タリンガ島の3島で、その他の島には、定住人口はなく、農園として利用されている。カピンガマランギカンの人口は二千七年の時点で、約五百人であり、 そのほとんどは東方島とウェルア島に集中しているため、両島は土手道で接続されている。両島の内主島は東方島で行政機関や伝統的州長の屋敷も東方島にある。カピンガマラン議官賞は地理的にはミクロネシアに属するが、住民は13世紀頃にツバルから移住してきたポリネシア人である。百九十九年に 他のカロリン諸島とともに、ドイツ領ニューギニアの一部となる。1900年、住民の一部は、カピンガマランギ関礁を離れて、ポンペイ島に移住し、ポラキート村を建設した。ポラキート村は後に、カピンガマランギ村とも呼ばれるようになり、現在でもポリネシア系の住民が、伝統文化を守って暮らしている。太平洋戦争開戦直後には、 日本海軍横浜海軍航空隊の一部や第17航空隊グリニジ派遣隊が水上基地を建設しラバウル攻略作戦の支援任務や紹介任務に就いたが戦線の拡大に伴っていずれも翌1942年3月までにカッピンガマラン議官所を離れたその後1943年7月に第902海軍航空隊の一部が カピンガマランギ艦賞に進出し、再び紹介任務に就いたが、10月に米軍の空襲を受けて無力化され、11月に一部の基地要員を除きトラック諸島へ撤退している。11月の空襲の際には、日本船が2隻撃沈されている。その船体は、現在も証拠内に残っており、レックダイビングのスポットとなっている。住民は、英語のほか ポリネシア諸語に属するカピンガマランギン語を話す。カピンガマランギン語は、ポリネシア諸語のうちのエリス諸語というグループの一員で、ツバル語と禁煙であることが判明している。ウェルシマとも呼ばれる。http コロンスラッシュスラッシュ w w w p a c i f i c w r e c k s c o m slash a i r x i e l d s スラ fedstates カピンガマランギン インデックス html-http コロンスラッシュスラッシュ www.pacificwrecks.com スラッシップスラッシュ ijn スラッシュカピンガマランキドット html hat, h t p, ht ありがとうございます